どうもコブロです。今回はラジオ版としてバグ修正が来たので話していきたいなと思います。こちらに関して言うと、英語のテキストが表示されてしまうバグを修正したと。シュラウドの試練で、まあ、アフターショックの特性が適用されてしまう不具合の修正。まあ、今後はシュラウドの試練では燃焼の特性が適用されますと。ということでですね、えー、とページを確認すると、 こちら昨日から開催されてるやつなんですけどガチャができなかったんですけど今回のアップデートからあのできるようになりましたそれではやっていきますこちらのグレガリオ・フリントからクエストを受注してガチャをすることができますこちらはレベル50達成してからこちらのクエストを受けることができます そしたらですね、グレガリオから名声コアを受け取るんですが、こちらのグレガリオのクエストに関して言うと、繰り返しクエストなので、何回でもガチャを引くことができます。こんな感じです。今回はラジオ版としてバグの修正や、1月のイベントでのガチャができるようになった紹介でした、こちらのクエストに関しては繰り返し依頼ができます。この動画が良かったら、チャンネル登録していただけると助かります。